演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのくるみ&レーズン蒸しパンを食べたいと思います。この包まれてるタイプのやつ食べるのって珍しい、結構久しぶり、いや初めてのような気もしますね。それゆえか出しにくい。下には紙がついていますね。ではいただきます。若干悪い意味ではありますが珍しい、ね、蒸しパンそのもの、生地そのものについては和三盆等の優しい甘さとくるみとレーズンの食感がしっかりあって美味しかったのですが、ちょっとくるみとレーズンが少なかった気がしますね。生地はもっちりしていて弾力があってもっと噛み締めたくなるだけに残念です。あと剥がしにくいです。パンそのもののはともかくとしてシールまで剥がしにくいとなると、いや破いてしまうのではないかとドキドキしました。もうちょっと改良していただきたいなと思いました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。